とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーやっていきたいと思います。ショートカットがなくて、ちょっと時間かかるんですけども、20周、頑張ってみましょう。今回もいいのが出てきてくれるかな？一周目はどうだ？あ、惜しいなー。惜しいなー。リフレッシュ3だったらよかったのに。あ、まあ3でも下はちょっと惜しい感じか。重力もあるし、痛みもある。虚無もある。惜しい惜しい。はい。まあ出だしはいいんじゃないですか。次行きましょう。2周目。これは、いらないかな。あ、でもクールダウンついてるね。ポーションバリアもついてる。おーおーおーおおお、まあ2だけどね。でもいいエンチャは何かつく感じがしますよ。今回どうでしょうか。久しぶり見たな、ケーブクローラー。久しぶり見た。あー出た、256とかね、中途半端なやつですよ。あーダメだ、クールダウンがついておりません。はい。闇の刀、久しぶりだ。あ、ちょっと待って。闇の刀よりも達人の方が欲しいんだよね。あ、なるほど。刀の向きが、右と左なんだね。闇と達人って。初めて知った。あ、そうか、そうか。どう？重力。いや、リフレッシュがないんだよな。重力と虚無は良かったね。あ、まあ、爆発もまあ、ありだろうけども。リフレッシュなしです。次。これが何回目だ？ 5 回目？そんぐらいか。次。違うか。バーストフォーストリングだけだな。使えそうなのは。クリティカル虚無。マルチショットとかついたら、なんか火力特化にできそうな気もするんだけどね。いや、ちょっと難しいだろうね。そろそろ、かすったようなやつが欲しいな。あ、下はいいね。惜しいな。こうダイナモと虚無をちょっと分けてもらって、左に1個行ってくれたらよかったね。で、これ惜しいわ。重力とリフレッシュも一緒にある。惜しい。クールダウンショットついてる。惜しい。フレイルはいらないかな。ちょっとびっくりした。ゲームのお誘いが来て、ピローンって出たからちょっとびっくりした。取り直しです。キツネはいらないね。で、ハイランドもいらないし、クールダウンついてない。あ、でも、無謀はね、両方ともついてる。今結構ちょっとね、無謀がね、いいかなと思ってるんだよね。実際使ったら厳しかったけども、やっぱりあれ強そうなんだよな。で、無知はどうだ？ワンチャンあるぞ。よくない？これ選べるぞ。だいぶ選べるよ。リフレッシュでしょ。で、一番左がダイナモ虚無選べるでしょ。で、真ん中も、まあ、重力がいいかもしんないけども、まあ、火力特化にするならクリティカルにしてもいい。で、一番右も、アンチャンティングと追い打ち選べる。これ良くない？いろいろ使い道あるぞ。これはいいのが出たと思う。当たりです。ゲット。どうだ？おっと。重力来た。呪いも来た。で、こっちはアーティファクトチャージがついてる。流れはいいね。どう？256か。256か。まあ仕方ない。あ、259か。次！惜しい！惜しい！これは黄金に追い打ち来てたらもう当たりだったね。惜しいです。はい、次行こう。はい、おっと。反逆者の無謀編成もちょっと使ってみたいかな。どう？無謀はついてるね。無謀はついてるけども。ポーションバリアとクールダウンがない。ダイナモ、
悪くないんだけどね。もう一個ぐらいなんか今日は出てほしいな。これで10回目。おお、来た。あ、まあまあまあ、使いやすいのは来たね。ポーションバリア、クールダウン編成のイカ。で、一番右は、そうね。まあまあ、毒フォーカス入れて怒りつけていってもいいかもしれないですね。黄金は霊気とちょっと微妙なんだけども、あ、いいんじゃない？オッケーオッケー。で、こっちは、リフレッシュなし。こっちも、黄金が微妙だね。オッケー、うん、当たりだ。今回結構良かったんじゃないですかね。あ、でもこれは、ダメだな。うん、これはよろしくないですね。どうだ？この防具じゃないんだな。こっちじゃないんだ。豪華な方はちょっと欲しいけども、金メッキはいらないかな。はい、あとちょっとかな。頑張りましょう。お願い。お、お、お。トルバ。トルバワンチャンあるよ。裏切り、あー、今日ね、結構痛みとかダイナモとか虚無出やすい、出やすいのよ今日。ワンチャンあるな。トルバはどうだ。あー、クールダウンもポーションバリアもなしか。でも今日は出てるからね、まだ出る可能性はあるぞ。どうだ。おお、珍しい、珍しい、星ホル2つ。あ、前もなんかこんなことあった気がするな。あー、いや、無難に使えそうではあるよ。うん、無難なやつだね。エイリがもともとついてて、まあ攻撃力は上がるね。で、リフレッシュ、虚無で、一番右に凶暴化入れれば、まあまあそこそこなやつにはなるんじゃない。んで、一番右はどうだ。あー、こっちはリフレッシュなしだね。うん、こっちはまあそこそこだと思います。はい、ちょっと昼休憩してからまた次始めていきます。よし、ゴー。あー、使えそうな気、あー、いやー、どうなの、この手数が多いやつにダイナモってちょっとどうなんだろうね。なんか見た目はなんか良さそうな気はするんだけども。はい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 。あ、お、こっちの方が変わらんか。手数多い方の、ダイナモか。手数多くてダイナモはどうかわかんない。痛みはちょっととてもじゃないけど使えなかったんだけど。惜しいな。ま、魂のフィス、本にしとこうか。はい、これが16回目かな。16回目。重力輝きはいいけども、あとはついてないね。ハープ、どう、悪くない。あ、黄金が良くないな。黄金が、下はね、悪くないんだ。マルチショットもあるし、虚無もある。で、激怒と、リフレッシュついてるから、あー、これ惜しいな。黄金がさ、なんか火力スキルだったらよかったかな。惜しい。はい、お、勇者、勇者欲しいんだ。一番今欲しいんだけど。これのね、クールダウンポーションバリア出ないね。本当に出ないね。まあ、他は、違うね。はい。では、残り3回、行きましょう。ラスト3回。今回はちょっと弓ばっかりだけど、これはね、いらないんだ。あと2回で勇者か英雄が出てきてくれれば本当に嬉しいです。頼むよ。ラスト2回いきます。ラスト2、どう、あー、
無謀はついてるけどもクールダウンポーションマリアなし。どう？ああこっちも同じくだね。ではラストいきます。どうだ、また星夜来た。いやでも、ああ微妙だな、微妙だな。悪くはないかもしれないけどね、凶暴化が3だったら良かったかもしれない。はい、次。下はね、ほんと下はいいんだよ。重力、爆発、クリティカル選べて、一番右を虚無で。悪くないんだ。黄金にリフレッシュ3があれば採用だったけども、ついてない。悪。いいんじゃない？いや、良くないか。良くないわ。良くないわ。そうだ。リフレッシュないじゃん。リフレッシュない。これリフレッシュがさ、どっかについてれば使ったんだけどね。いや、惜しいです。黄金のところにリフレッシュ欲しかったな。はい。ということで、今日は20周やってみました。今日なかなか出たんじゃないですか？悪くないぐらい出たと思います。はい。では、あと1週間ちょっとタワーありますね。頑張って回っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。